好きな本を三冊教えてほしいです。好きな本を三冊。うん。好きな本を三冊か。なんだろうなちょっと題名が思い出せないことが多くて読んでるんですけど、内容に持ってかれちゃって。最近読んでる一冊ならあの結構有名なんですけど。 中村文則さんのと「何もかも憂鬱な夜に」っていう小説があってそれは結構なんていうのかな自分の生活じゃ感じれないとこを求めてその本読みたいなと思い始めたんでそこと合致してすごい興味惹かれてずっと読んでますね最近は。なんかちょっと響いた描写だったり。 いろ覚えてもいいですけど、なんか。うん、なんか多分自分はこういうところが面白いと思ってんだなみたいなことって何かありますか。うん、その本について。そうですね。やっぱりその。なんか対局する。二つのものが。でもお互いに。相互し合ってる。のも結構世界の一部に。なんかある。なあと思ってて。まあ、それはいろいろこう振り幅はあるんですけど。 でもそこの幅がなんていうのかな結構対極にありつつでもお互い両方を持ってるから対極にある気がしてそういうところをなんていうのかな人間らしい生々しい表現で、うん、中村文則さんは。 描くんでそういうのがすごい好きですね。